坂田優、坂田優、坂田田すく、旧姓、中村、1878年2月12日から1969年12月6日は、日本の陸軍軍人、教育者、関東学院院長、学校法人関東学院の基礎作りに貢献した。旧合津藩主の父、中村富造、母見への次男として、秋田県和野ノ軍大湯村、元、 和ズ氏と和田大湯で生まれる。母方の祖父は、ビアッコ大使中二番隊長の日向内なき。両親は、都南半領、現、青森県宇津市に移った者の,の困難な生活を余儀なくされ、廃藩後に大湯村に永住することとなった。一家の生活は苦しく、1892年、明治25年、まない小学校高等科現、各私立と和田小学校第3年で中退し、 大湯村の不老相道山で働いた。しかし、勉学の志や身がたく、1896年、明治29年故郷を出て、東京に向かい、東京、横浜、浦賀などを転々としたが、最後は、足尾道山で1898年、明治31年まで働いた。1898年に長兵年齢となり、陸軍共同団を受験式兵化生徒となった。 1899年、明治32年11月に卒業し、陸軍騎兵軍曹に任せられ、この駅兵連隊付けとなった。1900年、明治33年秋に選抜され、陸軍騎兵実施学校に入学する。1901年、明治34年10月28日の卒業時には、主席となり、恩師の銀時計を受けた。陸軍士官学校に入学する望みを、 持ち国民映画会の野学部で学んでいたが、入学規則が改正され年齢の関係で、歌手間からの受験ができなくなった。1902年、明治35年12月に、士官学校へ転任し、馬術教官となり、1903年、明治36年11月に、現役満期で、予備役に編入された。1902年、明治35年4月、 この駅平連隊時代に軍服を着て、神田ミッ城町の東京キリスト教青年会、YMCA 会館の前を通りかかったところ、たまたま木村清松によるキリスト教説協会があり、誘われて化し、東京 YMCA の会員となった。士官学校に転任してから、1903年2月に、近くの東京学院内戦教師館で、東京 YMCA 会員懇談会があり、 アメリカ北部バプテストの宣教師ヘンリー・タッピング157-1942と知り合い、彼の主催するバイブルクラスに参加し、四谷バプテスト教会に出席するようになり、同年5月3日にバプテスマ洗礼を受けた。伝道者となる思いが与えられ、同年10月に霊南坂協会、現日本キリスト教団霊南坂協会内に開校した東京伝道学校校長、 尾崎き行動、1908年、明治41年並行に入学した。除退後に、東京学院寄宿舎に入り、1904年、明治37年4月東京学院高等科に、入学し東京電動学校を退学した。東京学院に入学して間もなく、1904年6月に、日露戦争による招集を受け、広崎市の 第八師団騎兵第八連隊に入隊、第一中隊分隊長として、国交大改戦、法天改戦に参加した。従軍中に騎兵総長、さらに騎兵特務総長に昇進。野営中に持参した分殺新約聖書、ヨハネ伝を部下に配って聖書講義を行い、また友人が送ってくれる内村勘蔵発刊の聖書の研究などを熟読た。 戦争終結後の1905年、明治38年10月には、戦死した所属部隊将兵の遺体発掘と仮装、遺骨収集を命ぜられ、部下と共に2週間ほど従事した。戦争の悲惨さを体験し、非戦主義者となった。1906年、明治39年3月に、広崎市の県体に帰還し、同年8月に陸軍義手に任じられ陸軍省。 群馬補充部大戦士部、現在の鳥取県最白軍大戦長に、所在に任した。1906年4月に、坂田知恵と結婚し、坂田生となる。さらに勉学を続けたいとの思いが強く1907年、明治40年6月に、異岸面間、同年9月に高等学校受験資格を得るため、東京学院中等科4年に編入学し109年。 明治42年3月に卒業した。その後、1912年、明治45年7月1日第一高等学校、第一部門下を卒業。1915年、大正4年7月、東京帝国大学文科大学を卒業した。1911年、明治44年10月に私宿していた、内村肝臓の弟子となることを許され、 翌年一月に、南原茂瑠ら九名で、白鵜会を結成した。以後、内村から教えを受けるとともに、その学んだことをもって、母教会のために尽くせとの勧めがあり、修正バプテスト教会員であった。大学卒業と同時に、東京学院の教師に就任し、日本バプテスト神学校の講師を兼任した。東京学院中学部では修身を、神学校では倫理学、 哲学史などを教えた。アメリカ北部バッテストは1917年、大正6年3月に東京学院中学部を廃止し、横浜に新しく中学校を開設することを決定し、坂田がその責任者となった。1919年、大正8年、私立中学関東学院が横浜市南大田町技霞高地1868番地、現、 南区三春第4に開校し、坂田は学院長として4月9日の第1回入学式に臨み、式辞の中で関東学院の校訓となる人になれ、奉仕せよについて述べた。1923年、大正12年9月1日の関東大震災により、鉄筋コンクリートの校舎が全開した。そこで学校の復興に尽力し、1924年、 大正13年にアメリカ北部バプテストから招かれ、北部バプテスト大会で復興に対する支援を訴えた。東京学院も震災で被害を受け、その復興を検討した結果、1927年昭和2年4月に東京学院と中学関東学院が合併して、横浜市に新学部、高等学部、中学部からなる財団法人関東学院を組織し、 高等学部長、中学部長に就任した。また、1932年、昭和7年から1946年、昭和21年まで探せ、魔王学校校長を兼務した。1933年、昭和8年5月に副委員長、1937年、昭和12年4月に委員長に就任、1944年、昭和19年5月に理事長を兼務した。 1940年、昭和15年、妻ま恵が病死し、1941年、昭和16年に、佐々木都市と再婚した。戦時下において、神奈川県庁からは学則にあるキリスト教教育の校を削除するよう要求があったり、陸軍から宗教教育を止めるよう申し入れを受けるなどの圧迫があったが、それに従うことはなかった。しかし、宮城遥かと、 神社参拝については受け入れざるを得なかった。1945年、昭和20年5月29日の横浜大空襲により、全校舎の4分の3を失ったが、鉄筋コンクリートの中学部本館、現、関東学院中学校級本館、1929年、昭和4年地区、横浜市認定歴史的建造物、JH モーガン設計を、 中学部一年生と共に懸命に作業し、炎症を防いだ。戦後の復興に尽力し、1949年、昭和24年4月に、新生大学、経済学部、工学部が設立され、8月に理事長を退任し、10月に大学長に就任し1954年、昭和29年4月まで在任した。1959年、 昭和34年12月に学校法人関東学院理事長に就任し1968年昭和43年3月まで在任した。1965年昭和40年3月に院長を辞任し名誉院長となった。1969年に老衰のため死去し三沢墓地に葬られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。